頼もう宮本武蔵、失礼つかまつる。あそうだよね、冬だもんね。ごめんごめん、でも諦めて。だって水着剣豪なわけですし。いや、競泳水着で部屋に押し入るとか正気か私って感じだけど。って堅苦しい挨拶は抜き抜き、時間が惜しいわ。早速本題に入ります。つまりデートのお誘いです。うん、オッケー。その唖然とした顔はオッケーね。よーし、合意取った。じゃあ、はい、立ち上がって水着に着替えて。以前から一度やってみたかった同伴者を連れてのドリフトにいざチャレンジ。もちろんぴったり密着しないと連れていけないものね。でも、うはぁ、なんかいやらしい。当たってる？そうさ、二点一流式当て身なのさ。そりゃバーサーカーですので、もう誰にも私を止められないのです。じゃあレッツゴープールサイド、観音様いつもの感じでお願いします。大成功。なんだ、やっぱりやればできたんだ。私、カルデアのレイシフトとは相性悪いからね。武蔵一人レイシフトさせる魔力でサーバント3機をレイシフトさせられるってダヴィンチさんに言われた時はショックだったけど、どんだけ重いんだ私みたいな。でもこの方法なら問題なし。ちょっと怖い思いさせちゃったかもだけど、この後気持ちで埋め合わせしますので。いやそう面と向かって言われると照れますな。でもせっかくのデートなのに普通の水着じゃ台無しでしょ。一生に一度きり君と一緒の思い出なんだもの。武骨な私でもとっておきの水着に着替えるのです。ああ、でも君があっちのがいいって言うなら着替えるけど、どうする？でしょでしょ、やった、褒めてもらっちゃった。と、落ち着いたところで改めて説明しましょう。ここはアメリカ西部の美少得意点ケンランラスベガスの名残みたいな。ラムダさんにお願いしてもう一度水で満たしてもらったのです。ああ、最後のあがき。いいわ、協力してあげる。変に傷を残されるのも迷惑だしね。いつもの調子で冷やかされたわけですが、ランサーだけに鋭いのよね、あの子。でもおかげでもう一度水のラスベガスで過ごせるようになったので、アメリカといったらやっぱりこれ。まずは定番のヒューターズに行きましょう。ノート、ごめんごめん、今の冗談だから。真面目にやるから黙っててね。何も見えないけどな、マスターの気のせいじゃないかな。まあ見えたとしてももう害はないから安心して。あれ、剣士の時の私が背負ってる武将っていうか仁王像みたいなものだから。ベガスでは2つに分かれちゃったけど、今はもうほら私の体重も元通りだし。はいはい、本題に入ります。照れ隠しはここまで、分かってるってば。
そういうわけで、こちらどうぞ。バレンタインの本命チョコです。身から出た錆すぎて反論のしようもない。まあそんな私ですが、今日ぐらいは乙女らしく夢を見るのです。いや、もう恥も外聞もないはずなのに照れるな。動機が静まりません。でもどう、この山盛りなチョコレートパフェ、二人で一緒に食べるの楽しそうでしょ。やり残したこと筆頭だったんだ。これ君と一緒に夏を満喫するの。ええ、今回も付き合ってくれてありがとう。初めてのものだからあんまり美味しくないとは思うけど、今までの感謝を込めてね。うん、しっかりね、私の主殿。それとごめんね。もしかしたら私はもう切るものがなくなった後かもしれないけど、君がカルデアで頑張り続ける限り、私という影帽子はいつまでも力になるわ。だからまたいつか縁があったら世界のどこかで会いましょう。